プランタジネット朝は、中世イングランド王国の王朝。フランスの貴族であったアンジューハク・アンリが1154年にヘンリー2世となり、1399年にリチャード2世が廃されるまで続いた。ただし、その後に続く、ランカスター朝、ヨーク朝ともプランタジネット家の男系の冒険であるため、抗議では、プランタジネット朝に含まれる。この場合は、 ヨーク朝のリチャード三世が最後のプランタジネット朝の王となる。ヨーク朝を滅ぼして王位を得たチューダー朝及びその後のすべての王朝は女系でプランタジネット家の血を引いている。安住博家から起こったことからその初期については安住朝とも呼ばれる。プランタジネット家の前身はガティネ家といい北フランスのガティネの伯爵家であったが11世紀に 一族の古く四世が、安住博となり、その家系は以後安住家とも呼ばれるようになった。12世紀には、ヘンリー二世の祖父古く五世が、エルサレム王となった。古く五世は、安住博を、長男ジョフロワ四世に譲り、エルサレム王位は、ジョー・メリザンドとの間に生まれた、ジョフロワの異母帝ボードワン三世、その弟アモーリー一世へと継承されたが、 アモーリーのこの台で断絶した。その後、第3回十字軍に出征した、リチャード一世は、エルサレム王即位を要請されたが、これを断っている。プランタジネットとは、豆科の植物エニシダの木のことで、ジョフロは4世がエニシダを紋章としていたことから、後に加盟となった。ただし、プランタジネットを生として名乗ったのは、ヨーク家のヨーク公。 リチャード・プランタジュネットが最初である。ノルマン朝最後のイングランド王となったヘンリー一世は、1120年にチャクナン、着難ウィリアムを、ホワイトシップの遭難で失った。他に、静着の男子を持たなかったヘンリー一世は、ウィリアムの姉、マティルダを、後継者に指名し、アンジュージ女フロア4世と結婚させた。しかし、ヘンリー一世の死後、 その姉アデルを母とするエティエンヌ・ドブロワがロンドンを抑え、イングランドをスティーブンとして体感した。その後、スティーブンとマティルダ及びそれぞれの支持勢力の間で20年近くに渡り、内戦状態が続いた。スティーブンが継承者としていた息子、ウスタシュが1153年に急死すると、マティルダの息子アン・ジューハク・アンリとの間で和平協定を結び、 自身の王位の承認と引き換えに、アンリを王位継承者とすること、またウスタシュの弟ギオームは、王位請求権を放棄することとした。1154年に、スティーブンが死去すると、協定通りアンリが、ヘンリー2世として、イングランド王に即位し、プランタジネット朝が成立した。1154年のフランスにおけるプランタジネット家の、ハントヘンリー2世はフランスに、 広大な所領を持ったまま、イングランド国王に即位し、安住帝国と呼ばれる一大両方軍を形成した。プランタジネット家はまた、フランス王公諸家との血縁関係も強かった。そのため、フランス王室との領地、王位をめぐる争いが耐えることなく、百年戦争を招く結果となった。歴代国王に失勢が多かったと言われるのも、こうした、 対フランス政策に暴殺されざるを得ないという、同王朝特有の事情が引き起こした現象であると言われている。ヘンリー2世以外の歴代の国王は、フランス人としての意識も強く、特に、ヘンリーの息子である、リチャード1世は、本来は、兄若ヘンリーが王いを継ぐべき身で自身は、母方のアキテーヌに、 最も執着したこともあり、イングランド統治への関心が低かったとも言われている。リチャード2世は後継ぎに恵まれず、また百年戦争の戦費調達のための増税で、民衆の反乱に直面した。百年戦争での敗戦をめぐる、宮廷闘争も絶えず、王はいとこにあたるヘンリーの所領没収を命じたために、内戦を挑まれて捕らえられ、殺された。 エドワード3世の男系の孫にあたるヘンリーは、ランカスター朝を創始した。ランカスター朝で3人の王が立った後、やはり、エドワード3世の男系の子孫である、エドワード4世が、ヨーク朝を建てた。その後、ランカスター家暴ーーーフ暴ート家の女系子孫で男系の、血は引かない、ヘンリー7世が、チューダー朝を創始し、名実ともに、プランタジネット朝は、終焉を迎えた。 ヘンリー二世はまた、アイルランド教の称号を有し、1171年に、イングランド王として、初めて、アイルランド島へ上陸して、アイルランドの省に服属を誓わせた。この称号は、バッシジョンに与えられ、ジョンの王位継承後は、歴代イングランド王の称号の一つとなった。ただし、プランタジュネット長期を通じて、アイルランドの支配は、限定的なものであった。 ありがとうございます。